5号艇、柏二郎選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。あ今節、初日から周りからも、柏選手出ていると名前が挙がっていましたが、はい、どうでしょう、ご自分でも41号機の力は。ね、こう、試運転では、そんなに出てるよって言われるほどは出ていかないんですけれども、はい、実戦いってから、スリット過ぎてからがいいですね。うん、それと周り足も しっかりしてて、回って方スリッと行くまでが押してる感じですね。うんうん、はい。そのあたりが、では今節気に入っている。そうですね。はい、うん。直線形も悪くはないですか、ね、直線も展示タイムも出てますし、はい。あのー、いいと思います。うん。もうではもう満足の仕上がりにそうです。はい。うん。もう気になるところはないですかそうですね。はい、もう今のところはないんですけど、明日雨が降るので、あ<ー>その湿度とかでね、でねちょっとまた、 回転とか調整やらなければいけないと思ってますけどでは明日はもう乗ってみてから調整そうです朝乗ってみてからですね、うん、はいまたスタートですが今節どうでしょうかえっともう一定身残しの気持ちでいってるんで<ー>もう1号ぐらいでいいって感じでいってるんでまあ、はい、そんなにばらつきなくいけてます,す、ね、はい準優勝戦もコンマ17のスタート、はい、もう全速でいけましたかそうですあのー、途中 150入るまではこう見ながら言ってたんですけど、あとは全速でいけてました。そこからは全速で。はい、はい。では明日ももう全速で一定し目指してということですね。はい。そうです。またコースについてご固定となりましたが、えっとね、もうご固定で、はい。<あ>高橋さんが、はい。変なことしない限りはごコースから行きたいと思います。はい、わ、はい、かりました。はい、それでは最後に明日の優勝戦に向けて一言お願いします。えっと頑張りますので応援よろしくお願いします。